広島がオリックスをいじめている。11点ね。間違いなく12球団で一番弱いな。はあ、こんだけ怪我人多いのはトレーナーとかの体制が整ってないからちゃうんか。オメガフルボッコはロタ井口まで壊されたよ。めちゃくちゃすぎるわ。遠征民きつすぎるやんか。広島に交流戦で14勝1敗中だったのにもう2敗よ。今までオリックスに交流戦でワンサイドでやられまくった鬱憤を晴らされまくってる。交流戦優勝で巻き返すとか言ってた人らは今、オリックスの攻撃は一瞬で終わるのによ。頭おかしなるで。オリックスに5年で1勝しかしてなかったカープにボコボコって今シーズンの弱さを象徴してるわ。3連覇したチームなのにオリックスから漂う暗黒臭なぜだ。オメガ、森下ほんまにピッチャーかよ。西川より打つな。この森下って打者ください。1点ぐらいは取ってほしいんだけど、プロとして。もう終わりだよ、このチームをイシックスか工夫早手と入れ替えろ。このメンツでどうやって勝つんだ。バイ、中島。中島休養。